どうも皆さんこんにちは、こんばんは、エルザレトです。今回は弓使いならではのメガホンレンザー光点いっちゃんの使い方となります。トライストリンガーを使うならメインの次に強力な攻撃手段になるのがメガホンレンザー 5.1 ですね。ロックオンから壁を貫通する無限射程の攻撃と魅力的ですが、扱い方が悪ければ無駄遣いになりやすいスペシャルでもあります。今回はトライストリンガー視点でのメガホンを無駄遣いしない方法をまとめていきたいと思います。そのためにはメガホンの使用のおさらいから各シーンの使い方などを紹介したいと思います。動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。それではメガホンレーザー 5.1 ちゃんの性能のおさらいをしたいと思います。まず効果面ですね。障害物を貫通するレーザー発射装置を6つ配置し攻撃する。相手のプレイヤーを最大3人ロックオンすることができ自動で追撃する。発動中もメインウェポンとサブウェポンを使うことができる。性能面、攻撃力は1つ108ダメージとなってます。最大は648ダメージです。効果時間は約7秒ほどです。大体これは矢倉の関門平均時間と同じぐらいですね。でロックオンに関してはメガホンを2つ消費しますので 2×3 といったところですね。では性能アップ効果です。スペシャル性能アップの効果としてはダメージと照準時間の延長になります。まあ、レーザーが太くなったり追尾性能がアップということはないです。でこのような性能面などを見てみるとロックオンに自動追尾とかなり強力となっています。ですが実際に使ってみると足場が整っていれば回避がしやすいスペシャルです。ヒルを取るのには苦労するスペシャルだと言えます。ではこのスペシャルをまずどのようなシーンで活用するのがいいか考えも練っていきたいと思います。メガホンの活用方法についてですが、このスペシャルは単体で使用するよりも誰かのために使う方が強力になると思っています。先ほどでも紹介した通り回避がしやすいっていうのが非常に問題です。例として僕自身がどのように使用しているのか活用方法を3つほど紹介したいと思います。1つ目は味方が対面をしている場所に使用する。2つ目は高所やチャージャーなど後衛の圧を意識する。3つ目は複数人ロックオンして敵の動きを分散させるとなります。基本的には邪魔をするために活用しています。敵のポジションを強制的に動かせるっていうのが非常に強力です。ただ最初言った通りあくまでキルするために使っているわけではないので味方の生存を長引かせ人数有利を作るきっかけやポジションの確保につなげることを重視しています。丸見さんのように混乱が起こせれば自然とキルが取れるという良い面もありますからね。ですが邪魔ばかりでは運用が難しいので実際にキルなどの攻めに転じる活用方法も次で解説していきたいと思います。メガホンの攻撃的な活用方法ですが2つほど紹介したいと思います。倒すための工夫をしますので活用してもらえるといいかと思います。1つ目はポイズンレーザーです。名前の通りポイズンミストとメガホンを合わせる方法となります。意外と普通じゃんと思うかもしれないですがこれ意外と使い切れてない人多くてキル数が大きく変わる方法だと自分は思います。夢対面や動画を見ていると意外とポイズンを活用していないことが多いんですよね。ポイズンの足止めは思ったよりも強力です。特に後衛に対しては塗りが弱いので成功率が上がります。前衛には難しいかもですが相手を選んで狙ってみるのが一番のコツと言えます。またさらにキルの確率を上げるのならばメインで足場を奪った後にポイズンを投げて活用するというのが非常にいいですね。使用する順番としてはメイン、ポイズン、メガホン、メインというコンボがいいかと思います。では2つ目です。2つ目ですがメガホンを使った挟み撃ちの活用になります。これに関してはポジションなども考慮しないといけないので見晴らしのいい場所ではかなり強力となります。メガホンレーザーを基本相手の動きに合わせて追撃をします。追撃しているということはその先に必ず相手がいるわけですね。メガホンのちょっと先にメインを打ち込んでみると爆発矢といいコンボが決まります。これは見えない壁裏でも非常に有効です。
メガホンの追尾性能を理解していると大きく効果が変わってきます。言い方を変えれば避け方にも影響するんですけどね。逃げ方に関してはまた別の機会に紹介をしたいなと思いますが、メガホン単体でダメなら他と組み合わせるっていうのを活用してみてください。では攻めの活用の話ができましたので、続いては防衛の活用の話をしたいと思います。防衛的な活用方法というと、今まで話していた味方のためではないように聞こえますが、そういうわけではないです。自分が生存するために活用するというのは、キルを狙うので攻めの方法になります。防衛的ではないんですよね。ここでの防衛的というのはチームが勝つための防衛になります。ということはルール関与という部分になってくるわけです。では実際にどう使用するのかということですが、基本的な活用方法の応用となります。要はどのタイミングで使うのか効果的かということですね。せっかくなので各ルールごとで簡単に話をしたいと思います。まずはエリアです。エリアに関しては相手をエリアから離す際に活用するといいかと思います。ただしロックオンを3人に向けることが重要となります。1人だけのロックオンでは効果が薄いということを覚えておいてください。複数人にロックオンしておいて混乱を引き起こし、その場から離すというのが非常に重要です。では続いてヤグラです。ヤグラに関してはポイズンとレーザーを組み合わせた方法を活用するといいかと思います。ヤグラの追い込まれている状況は多数の敵がいるため、そもそも危険な状況が多いです。ヤグラだけではなく多くの敵を巻き添えにしつつ、ポイズンで近づけさせない必要があります。ポイズンとスペは共に敵の位置を特定し、味方に攻撃を知らせるには分かりやすい方法なので、合図としても使っていけるのが強みです。続いてはガチホコです。ガチホコに関してはポイズンとレーザーの活用です。ガチホコは必ずゴールに向かうルートがありますので、それに対してポイズンとスペシャルで叩き込むっていうのが非常に大事です。防衛時ではかなり相性がいいサブスペなので、ホコ持ちを狙って積極的に行くというのがいいですね。ガチアサリはゴール周辺での活用するのがいいと思います。ガチアサリを複数持たれているときはロックオンを複数人にばらまけるっていうのもありますので、時間稼ぎが可能となります。複数ロックオンすれば相手はシュートチャンスを潰せますので、エリアのように離す意識で使用するといいかと思います。はい、ということで、各ルールの防衛的な使い方、簡単でしたが意識する部分というのはこんな感じになります。ルールに関わる対象物の数に合わせて集中するか散らばせるかという感じですね。よかったら試してみてください。はい、ということで今回はここまでとなります。弓使いならではのメガホンレーザー 5.1 ちゃんの使い方はいかがでしたでしょうか。メガホンは弓との相性がいいので非常に使い勝手のいいスペシャルだと思ってます。ですが単体では扱いにくく、他のスペシャルよりも劣る部分があります。スペシャルだけうまくいかないときは組み合わせを意識して使ってみてください。ということでご視聴ありがとうございました。動画を見て応援してくださる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。